こんにちは。結構いつも話題に困るから京都の人間やから風通るね。京都弁でも話そうかなって。でも本当に自分が使ったことあるやつしか話さへんけど、せやね、通りなの歌を歌おうか。姉さん六角たこねしぎ、忘れちゃった。やっぱ歌うのは想像以上に恥ずかしかった。やっぱ笑えないや、困るな。こんにちは。引きこもって10年で、摂食障害は20年くらいやって、こんな自己紹介最悪やな。あと年齢は30代、いや、アラフォーです。その年齢で何やってんのって言われたら、何も言い返せへんねんけど、でも逆に今私はうちはこれ以上のことはできないです。そんな感じかな。今日も見てくれてありがとう。おおきにアニョンシーや。またね。